安倍総理大臣は初来日したアメリカのシャナハン国防長官代行と会談し、軍事的な動きを活発化させている中国への対応について協議しました。中継です。シャナハン代行が安倍総理や岩井大臣と会談する目的は、アメリカが対中包囲網を強める中、その中核となる日米の結束をアピールすることが狙いです。新たな時代におきましても、日米同盟による抑止力、対処力の強化、でそして、自由で開かれたインド太平洋の実現のために、より一層連携を深めていきたいと思います。シャナハン代行は2日の演説で、中国は主権の侵害はやめるべきだと名指しで批判するなど、米中関係は安全保障面でも対立が激しくなってきています。防衛省関係者は、日米が頻繁に顔を合わせることが中国へのメッセージになると強調しています。しかしアメリカ側は日本に対し後方支援の拡大を求めてくることも予想され、どこまで協力していくのかが課題となります。一連の会談では膠着状態が続く北朝鮮情勢についても、非核化の実現に向けて連携を確認する見通しです。